今日は割と少しいいのかな。
海藤さん、戻ったよ。海藤さん、お前、スクモからのメール見たか。え、いや、ついさっきだ。とにかくこれ見てみろよ。何さ、どういうこと。殺人動画だ。巫女島が殺された時の動画がネットに出回り出したって知らせがあった。お願いします、許してください。これ以上はもう敏郎君の言葉、この先一生謝ります。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。マジかよ。だから自分の手で巫女島を殺すことはできないはずだった。だとするとこれは何だ。理屈で考えりゃ痴漢のアリバイと今流れた映像のどちらかが偽物ってことだ。だが俺の感触じゃ、まずこの映像は本物だよ。もう一度江原と話をしないと。一体何をやったんだあいつは。